ミッションから失われたフトレマイオス2のデータを。こんなもんか。お疲れ。ついてこいお前ら。おどおどしてんじゃねえぞ。コズミックイラのトゥルーミッション。前回はアークエンジェルが撃墜されちゃって任務に失敗したけど、アイナさんのアプサラス3ね。今度は大丈夫なの？確認する限り不明なデータはないみたい。欠けているデータもね。全てのデータ揃ってる。全ての。ここに舞い降りるべき彼も多分ね。その思いと力がきっと状況を打破してくれる。天田少尉がアプサラスを一声でブレイクアウトさせたようにか。ここはそういう力が集まる場所なのかもね。さあ出撃しよう、小隊長さん。アラスカ基地の状況は？前回と同じだよ。サイクロプスは止められない。何の用だ、ソンキ。我々が商売の邪魔をしたとへそを曲げていたのではなかったのか？その件は全然許してねえ。だが今はこう片付けるのが先だ。行くぞ。あとはキラ・ヤマト君ね。前と同じで時間がないよ。急いで、小隊長さん。ブレイクミッションの時と状況に違いはあるの？敵はザフト軍だけみたいだけど。前回入れなかったブロックが解放されてるね。ルートに制限がかかりそう。ブレイクミッションで行けなかったブロック、何かあるかもね。小隊長急ぎつ。アークエンジェルにフラガ少佐さんが帰還したみたい。誰？味方なの？ムーラ・フラガ少佐、エンデュミオンの鷹の異名を持つエース。
頼れるみんなの兄貴分ってとこかな。通信開くよ艦長。すぐに撤退だ。あ、ブレイクミッションの時にこの直後に撃沈されたんじゃ。今回は大丈夫なんですよ。こいつは飛んだ作戦だぜ。守備軍は一体どういう命令受けてんだ。まさか自爆のことは誰にも知らされてないよ。味方にもね。いいか、よく聞けよ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは陽光炉になるってサイズの代物が。この戦力では防衛は不可能だ。パナマからの救援は間に合わない。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。そんなことって。俺はこの目で見てきたんだ。司令本部はもうもぬけの殻さ。残って戦ってるのはアークエンジェルのようにあっちの都合で切り捨てられた奴らばかりさ。軍隊っていうのはどの歴史でもこういうものなの。アークエンジェル、こちらアラスカ基地守備軍、援護に向かいます。脱出を。すまん、お前たちもここから退避しろ。脱出もかなり厳しいが諦めるな。本艦はこれより現戦域を放棄離脱します。総員第一戦闘配備。でも基地は中も外もザフト軍でいっぱいよ。脱出は可能なの？大丈夫、あとは彼が間に合ってくれれば。メインゲート突破されました。もうゲートはくれてやったんだ。こっちは見逃してくれたっていいだろうが。ここまでなの。ナミアス艦長さん、諦めないで。ここは私たち守備軍が抑えます。援護お願い。お前たちも無理するな。この基地は最後の手段を使う。自爆だ。了解してます。でもギリギリまでザフト軍を掃討します。ウズゴロフ級潜水母艦が厄介だね。対空性能が高くてアークエンジェルが危ない。水面に顔を出してる潜水艦ね。小隊長、最優先で攻撃して。解放された剣が振り下ろされるまで。また潜水艦が浮上。小隊長、場所を確認して。ほっとくとアークエンジェルがやばいよ。損傷箇所の修復急いで。敵は待ってくれないわよ。いけない、アークエンジェルの水力が明らかに低下してる。
いで。このままじゃ持たない。あ、トゥルーミッション成立確認。クリオ、上から。アークエンジェル。なんだ。こちらキラヤマト。援護します。今のうちに体幹を。マリュウさん、早く体幹を。あの機体、本当にキラなのか。間違いない、フリーダムガンダム。それで歴史がつながった。キラヤマト君、応答願います。え、ユノさんにサクラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。え、アークエンジェルがおとりに使われたの。もっと基地から離れないと。わかりました。小隊長さん、フリーダムと一緒にアークエンジェルの退路を確保して。ザフト、連合、両軍に伝えます。オープンチャンネルで通信を。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。彼は全ての人を助けようというの。何かを成そうと思ったら思いだけでも力だけでもダメなんだよ。それを両立しうるのがあのガンダム。繰り返します。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。あいつだが、ここは乗るしかないか。艦長、今のうちだ。急いで離脱を。小隊長さんたち、支援をお願いします。撤退の準備も忘れないで。ぜひ早く脱出しろ。もうやめるんだ。沈めろ。下がって、死にたいんですか。よし、敵の追撃を振り切った。急ぐんだ、もう時間がない。期間最大、離脱します。キラ君、もう時間がない。アークエンジェルを追って。小隊長さんたちは。私たちもすぐに離脱します。心配無用。わかりました、ご無事で。これで正しく歴史が進む。爆発前に私たちもブレイクアウトするよ。キラ、作戦終了、帰還するぞ。こりゃお前さんもなかなか愉快なやつだな。あ、お前の度胸と覚悟、十分評価に値する。
ここがラサの市街地だね。状況がわからない、急ぎましょう。ちょっと待って、ブレイク反応。何の用だ、尊敬。我々が商売の邪魔をしたと、へそを曲げていたのではなかったのか。その件は全然許してねえ。だが、今はこう片付けるのが先だ。行くぞ。こちら、TDR、支援する。セラビーコンダム、コンダムマイスター？トレマイオス2は宇宙世紀にはいないのに。こちらソレスタルビーイングサポート部隊、トレミーまで誘導します。ティエリアールだ、よろしく頼む。お願いします。小隊長、市街地に向かって。アローズのジンクス、このミッションにプレイティンしてるのはガンダムマイスターをはじめとした西暦2300年代のアビルスーツでね。ラサの戦いに介入されたりしたらまずいよ。アローズの卑劣な行為、黙って見ているわけにはいかない。ティエリアさん、トレミーを探す前に力を貸してください。目的が同じであれば共闘は合理的だ。小隊長さん、マイスターと一緒にアローズを押し返しつつ市街地へ急いで。ガンタンクの配置急げ。遅いぞ、8小隊。私たちが08小隊の役割をしなきゃいけないみたいだね。今は目の前の敵のことだけを考えるんだ。了解です。ガンタンクを守りつつ確保撃破よ、小隊長。こっちです。情報に熱源、あれは。さあ、仕掛けさせてもらうぞ。いただく。ガンタンクが。モビルスーツ隊、展開しろ。アイナ様のためにもここで足止めする。なんだ、ここは抜かせん。あっという間に2機。ランバラル隊のクフじゃない。あれは再設計された B3 タイプ、本物のエースのためのモビルスーツ。渋谷ガンタンクが危ない。死守する。怯えろ、救え。マシンの性能を生かせぬまま死んでゆけ。弱いごと。小隊長、飲まれちゃダメ。ゼロ8小隊がいないのは私たちだ。全部隊で敵を叩く。敵の陣形を崩すぞ。完全な時に。甘いわ。そこだ。どこを見ている。そこだ。この武器だ。逃がさん。もらった。落ちるわ。この程度か。そこだ。甘いわ。当てる。まだなのか。もらった。甘いわ。次で終わりだ。そこ。まだなのか。これでケルゲレンの脱出を邪魔する者はなくなった。勝ったぞ。やられた。私たちを除いて味方は全滅。ティエリアさん、小隊長、気を落とさないで。
ここが落ちるのも時間の問題か。撤退する。ルフの離脱を確認。敵が増えようが関係ない。待って、この状況を見ているイノベーターがいる。なんだと。気をつけて、いつ仕掛けてくるかわからない。どこだ、どこに隠れている。うわあ、あの世で後悔するのだな。また攻撃してくるか、イノベーター。小隊長さん、あのモビルスーツはガラッと接近戦が得意な機体だから注意して。それにしても高みの見物とは趣味が悪いね。人間はどうしてこうも愚かなのか。誰かを守るための戦いをバカにしないで。貴様は許すわけにはいかない。我々の障害となる敵は殲滅する。ベンジモード受けてみやがれ。まさか、これで決める。ぶっ飛ばす。うわ、そこだ。ここは倒産。そこ当てる。逃がしはしない。ギッテリア。これ以上はちりと消えろ、このボケが。どこ、相手が誰であろうと我々の敵ではない。そうやって人を憎らし続けるから分かり合えない。イノベイターのその態度は人間より優れた能力があるから。ミオリア計画の最終目的に関係あるんじゃないかな。ミオリア計画、なぜか伏せられているその目的か。そりゃそりゃ、逃がしはしない。消えろ。当てる。これ以上はやらせる。これ以上先には通さない。僕は自分の信じた道を歩む。愚かだと言われようが、がむしゃらなまでやらせるものか。ティエリアさんの気迫がすごい。うん、彼には人事じゃないんだよ。え、ガンダムマイスターとして、それとも、ここで消えてもらう。しくじったか。そこで待っている。まだやれるぞ。早々に終わる。そこ、そう、まだか。おら、これ以上はやらせ。ここは倒産。うわあ、戻るぞ。
当てる。ここで消えた。やってくれる。しかしこれ以上はやらせん。邪魔をするな。ティエリアさん、無理しないで。小隊長さん、フォロー。隙だらけだ。イラコは倒産。これ以上これほどの力があると。人類を導くのではなく、人類と共に未来を作る。それが僕たちイノベイドのあるべき道だ。今何て言ったの？もしかして彼は。ガンダムマイスターのネタは正しい歴史の中で知った方がいいかな、イロ姉さん。それもまだか。まだなのか。ゼーハー。くそ、まだか。無念だ、ここまでか。血を消えろ。